おはようございますあなんかバカっていうのはねいろいろ言いようがあるもんですけどもあのどういうんですかね従来の教育まあ今でも義務教育って行われていまして高校も言ってみれば義務教育みたいなもんで進学率はかなり高いですよねでもこのぐらいいわゆる教育を受けてですねなんで自分の人生一つ見いだせないそんな大人がいっぱいいっぱい出てくるんだろうなと考えた時にいや私はね もう今の時代に遭わなくなってるんだろうなと思うんですよまあ今ある学校教育っていうのはまああの最低限の、ね、読み書きっていうのは除きますけどもまあ中学とか高校とかで習うものっていうのはきっとですね従順に人の言うことを聞くためのトレーニングではないかなと思うんですよで大学はその最たるものでいわゆる既得権に逆らったら先がないとかね周りの雰囲気とか空気を読んで、えー、そこで融和するようなね調和するような 行動動や言動をするとということでどんどんね自分の発想っていうのがないのが正解になっていくと空気が読めないやつとかね、うん、なんでみんなはできるのにあなたはできないのとかね、うん、集団の規則を逸脱するとかね、まあ、本来でしたらそういった突然変異でちょっと変わったことをやる人間が出るからそこの事態に捉えられたり客観的なそこに思考が育ったりとか変わった人っていうのがね新しいイノベーションを起こしたりするんですけどもどうもね あのきちんと優等生であることっていうのが、優等生を使い切れることではないかなという風うなところがあるんですよ。最近もね。財務省の事務方、トップ矢野事務次官って方がね。相変わらず緊縮財政の論を文芸修入に語ってるんですけども。あの簿記会計をやった。私たちから見るとね。とんちんかんなことを言ってるんですよ。だから自分よりも簿記会計に詳しくない人が。 まあこういったね、国の財はばかりながら私は企業会計をやってもう10年経ちますんでどういう風にね支出とそれから歳入が行われているかってことと借り方と貸し方っていう複式簿記の概念があるわけなんですよいわゆるバランスシートですよねでもこの矢野事務次官って方がねバランスシートの概念を全く理解してなくって高橋祐一さんっていうこの方の先輩もねなんか随分激怒されてましたけどもこんな。 簡単なことがわからないんだなと要するにあの専門書で学んだことが全てになっちゃってるんですよねでも世の中にはいろんな説があってどの説を選択していくかどの説が今の時代や社会情勢に合致しているのか未来を指し示しているのかってことを的確に見極めていかないときにいかないといけないときに、まあ、古い学習をそのまま大事にしてるとかよね。うん今は江戸時代の常識でね 生きてる人いませんからねちょんまげしたりとか刀腰に刺して生きてる人い,まい,いないですよねそんなことすれば即逮捕ですよね <laughs> うんだからそれと同じように、うん、古い優秀さとか古い天才とかっていうのが今には生きづらくなってきてかつてはバカと言われた方がある分野では正解だったりね学校の勉強ができないというそこだけ切り取るとバカという評価を受けたかもしれないけどもこと金を稼ぐとかね人を楽しませるとか。 あとは存在感があるとかねそういった今まで数値化されてなかった成績にあられてなかったものが社会ではとっても重宝されることがあるんだろうなと思うんですよ私ねやっぱりこうモチベーターっていう言葉がね結構好きで自分で使ってるんですけどもこれはねあの人の気持ちを盛り上げたりとか安心させたりとか励ます人のことなんですよまあムードメーカーっていう言葉は昔からありますけどもあれに似た言葉でねなんかその 吉谷さんも感じてると思いますけども、吉谷さんに勝つ入れられたりやる気になりましたみたいなね、モチベーターなんですよ。でも、モチベーターが必要な人はモチベーションを自分で上げることができないんで、またモチベーション越した時にはモチベーターに会いに行くってことを繰り返して商品をリピートするみたいなね。そんな <laughs> 無限ループがあると思いますけども。でも吉谷さんはやっぱりね、学校の勉強は確かに、うんあの、うまくいかなかったかもしれないですけども、うん、でも、 ご教科,9科目にあられてない卓球の分野とかねそれからビジネスとかねそれから多くの人に「助けてくださいよろしくお願いします」と言われるようなあのお問い合わせのねそのゲージっていうのは誰よりも高かったんじゃないかなと思うんですよ。まあ人には適材適所ってのがありますから黙々と内側に向かってね事務処理をしてみるとか、うん、対面で何かをするのが苦手な人誰かとコミュニケーションをしてその中でビジネスを成立させて。 稼ぐのが得意な人はいろいろいると思いますけども一体ねその今ビジネスの世界でバカって何なのかなって考えたら学習すするだけしてそれを使わない人ですよね自分のバカも使っていく自分の利口なところも使っていく自分の失敗談も使っていて自分の成功談も使っていく、まあ、そういうことなのかなと思いますね。でまあ吉田さんもよく言ってくださいましたけどもあ私はねもともとマージャン店のおやつですからね。 の全国各地のマージャン店の親やじはみんなねバカにされてますよ大した仕事してないと遊びだろそれとかね違法ギリギリじゃないかみたいなね確かにそうですよ健康維持もできないし所得も高くないしいわゆる世間の影に隠れた商売ですよまあでもねそれを使って元マージャン店の私も稼げたんですよパソコンは40から始めましたということで遅れた自分を使っていくってことができますよね これは多くの人にも言えることですけども、サラリーマンをやってるからなかなか時間がないんじゃなく